はい、皆さんこんにちは。レナでーす。トカです。ティブログでーす。本日はレナさんに漢字抜き打ちテストをやっていきたいと思います。私漢字すごい苦手なんですけど。ちなみに日本に何年住んでらっしゃいますか？9年です。日本語の勉強はもっと長いよ。2010年から正式にやってるよ。13年、14年目になります。中学生ぐらいですってことは大丈夫ですか？今日皆さんに恥をさらすことになりませんか？小学2年生ですということで今日は漢字抜き打ちテスト、はい、読みも書きもやっていきたいと思います。読むのがちょっと自信あるかもしれないけど、ね、YouTube、書くは無理YouTube のコメント欄もレナさん読んでますからね。そうだから読めるんですよ。皆さんひらがなばかりのコメントをしてくださるのがすごい優しい思いがあるかと思いますけど全然漢字で送っちゃってください。漢字は読めます、はい、書けるかどうかは今日チェックします。早速いきたいと思います。はい、ひらがなだからいきましょうか。こっちで問題用意してますので、はい、こっちカンニングしたら逮捕しますので。よし。正直に言うと、うん、私は日本語を学び始めた時に、うん、手書きもちろんやってたんだけど、うん、日本に来てから一切手書きをしなくて、ひらがなもカタカナも今忘れつつある。やばいじゃん。自分の住所ぐらいしか手書きしないから。ああ、名古屋に今住んでるので名古屋とかは書けるのかな。あとでやってみましょうか。はい、一問ずついきますよ。はい、タイムリミットとかある？ある。5秒でいきましょうか。はい、いきます。第1問、目。目。はい、皆さん見せてください。はい、目です。お、正解。やった。ちなみにちょっと歪んでますね。ちょっと歪んでますね目。続いて、はい、第2問、ぬ。5、4、3、2、1。何だったかな。はい、見せてください、皆さんに。こんな感じだったんですか。はい、正解。あ、よかった意外とできるじゃないですか。正解です。じゃあもうちょっとだけひらがないきますか。次2問いきます。ロ、ル。ロ、ル、2、1、正解。 OK。 意外とできますね、社長。よかった。じゃあラストひらがな、ここも2個連続で書いてください。 OK。 いきます。ね、レ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 ナーはレだから、なんだったっけ、もう1個。ね、3、ね、2、ね、1、皆さんに見せてください。ねとれです。はい、ででん。わとれですね。はい、不正解。いまだにね、わかんない。さっき皆さん見ました。 ねーって叫んでましたよ。これはわとれです。全く出てこないよ。ね、だろうね。ね、あー、だからわとだーで一緒でしょ。もうどっちかというとわ。ひらがな4問中3問正解、合格点ですかね。よかった。続いてカタカナいきます。あ、はい、じゃあ1個いきます。お、正解。これぐらいはね、できないもう日本追放ですよバイバイ続いて2問いきますよ、一気に。そ、ん。5、4、3、2、1、0。そ、ん。これが、うん、これがそう。はい、正解。意外とできるじゃないですか、はい、これ難しいからね、うん、これ難しい。じゃあ続いて、よく間違えるよ。カタカナ第2問、し、つ、5、4。だから、わかるけど、どっちがどっちでしょ。0、はい、皆さんにまず見せてください。はい、し、つ、し、と、つ。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー正解。あ、よかった。おめでとうございます。じゃあラストカタカナ、これも一気に2つ書いてください。ま、む、ご。ま、む。はい、見せてください。ま、む。正解。なぜかわかる？わかんない。名前に入ってる文字だから何の名前？レナに入ってないよ。ま、む、何の名前？上の名前？ああ、はいはいはい。自分の名前分かってないな、ね、すごいね。カタカナ全問正解じゃない？やったー、おめでとうございます、はい、漢字いきますよ。皆さんも一緒にやってください。小学校1年生から6年生までだんだんレベル上げていきます、はいはい、このレナさんが何年生レベルなのかを皆さん一緒にチェックしていきましょう、はい、そういうこと、はい、まずは小学1年生レベルから、はい、それは自信があります。人、人です。正解。はい、自信あります。次、水、水、水です。正解。あと1個しましょうか。はい、オッケー。左、左かな。正解。あ、よかった。じゃあその続いてに右、右は
やるやん、正解、はい、すごいですね社長。じゃあ小学校1年生レベル完璧です。小学2年生いきましょう。ちょっと上がりますよ難易度。第1問、はい、海なんかこんな感じ海なんか海だよ海わかんないはい皆さん言ってください自信を持って海の話なのかな。はい不正解近い感じは魚はこれに近いよ魚がわかるよ魚。あ正解。でも魚とも一緒こう考えると近いかもね。点点点がこっちに来れば、はい、海になる。だからなんかの点点点があった。正解教えていただきましょうか。はい教えて。これ海。ああ。でもなんか部分的にはオッケーじゃない。これがこっち来てこことここがもうちょっと出れば0点。2問目。はい。あ魚入ってる。やったー。魚正解。じゃあ次2年生ね。牛。牛。牛正解。やった。牛は飛騨牛とか好きだから。そっかさすが大食い社長メニューに書いてあるからね日本食のレストラン行ったらね。同じ結論で海鮮の海も読めるはずだったけどね。じゃあ小学校2年生ラスト問題いきますか家綺麗じゃん。あ、よかった危ねえ正解最後足しました。危ねえ、なんか足りない、なんか足りないな最後気づきましたね、違和感になんかじゃあ小学校2年生完璧だわ。オッケー、オッケー、海以外海以外完璧。小学校3年生これ中学年になっていくのかな。3年生1問目駅。これちょっと複雑だよ。恥ずかしいぐらいなんか、なんかな、いいよ、いいよ、いいよ、いい感じよこれで終わりなんかあったよレナさんの駅、はい、発表。はい、皆さんどうですか。なんか雰囲気的には合ってるよね。はい、不正解。雰囲気的には合ってる。でも、人はいらない。正解は、こう。こっち半分は、この分、なんで、これも、あ、楽しくない。まあ、ちょっと違うか。だから、こっちしか知らなくて。はい、駅不正解。小学3年生。これはいけるかもしれない。酒。ドイツ人と言ったらアルコール、ビールですからね。お酒です。正解。はい。なんでお酒かけた？すごいじゃん。まあそっか、メニューに載ってるかお酒。じゃあラスト、小学3年生。今のところ駅間違えてるでしょ、うん、お酒合ってるでしょ。ここ合ってれば、小学3年生パスできるから。はい。じゃあラスト、小学3年生。油。うん、全然わかんない。問題変えますか？油、全然わかんない。じゃあこっちの問題ならいいや。祭り。祭りね。日本の祭り。なんかこんな感じの、全然違いますか？すごい、消すな。もう消すな。ぐしゃぐしゃするな、近いよ近いよ。そのインスピレーションいいよ。発表。な祭り。はい不正解。いやそれは知ってる。これね出発の発に近い。小学3年生突破できず。でも小学4年生できるかもしれないからね。じゃあ4年生の問題です。はい。レナさんの好きな梅酒の梅。木がある。木があるっていうところまで行けたのがすごいね。桜はなんとなくできるよ。桜はこんな感じだよね。桜。梅の問題出してるの桜答えてんの。桜これ皆さん見てください。桜ですか。桜正解。やったー。ちなみに桜小学校5年生。やったー。小学校5年生突破。梅。ギブアップですか。海的になんかあった気がする。知らん。梅。はい正解。でもこの感じはあるよ。思うっていう字。これね、これだけ。そうそうそう、思う。だからさっき自分で正解言ってたよ。あの、海のこっち側が梅のこっち側だから。だろうね。辺に。だから、海。だから、はい、どんまいどんまい。なんか頭の中にはなんか入ってるけど。じゃあ 0.5 点。ありがとう。優しい。じゃあ最後4年生の問題。なし。あるとなしのなし。これいけるんじゃない？はい。なし。正解。4年生突破。おめでとうございます。わかった。小学校4年生漢字書けました。31歳になります。オッケー。はい、じゃあ5年生いきましょうか。桜。もう1問取ったよね。桜取ってるから。あと1問取ったら卒業できますよ。小学校5年生。本当？これ2文字になります。5年生から熟語になります。なんとかって。でも逆に簡単。本当かな。税金。レナさんの好きなお金の話ですよ。税金。金が。金。はい、税金の金で税が確かなんかこういう感じでなんかだったよ、うん、
今のところ合ってますよだろうね税金これ私私私のお金はい正解私正解ちなみに私6年生6年生の問題私入ってますお金合ってるねお金合ってる税金の税は、はい、正しくはこうです。税金。レナさんの税金は私のお金。わかりますか皆さん。税金は払わずに私のお金にしますということです。小学校5年生。まあでも桜できてたからね。まあ合格じゃないですか。え？優しすぎる。もう一個。5年生？はい。じゃあこれレナさんの好きな言葉。価格。全くわかんない。パスしますか。なんかこういうなんかあった聞いたする。二文字がちなみに。ああそれはわかるけど。パス。パス？はい、こうなんか雰囲気的にこういうのが入ってます。はい、合ってます。部分的 0.3 点ぐらいあげましょうか。優しい。さあ、最後6年生いきますよ。さっき私かけたね。はい。それ今1ポイント入ってるからね。宝。宝島の宝。トレジャーの宝。うんうん。わかりますか？の。お金のなんかだろうね。知らない。はい、不正解。お金でもないです、宝は。お金でもない？はい。残念。宝は、全然知らない。こうです。これ。あー、はい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 。まあ、見りゃわかるね。読めるってことだよね。じゃあ、6年生、最後の問題いきます？これを正解したら、ギリギリ6年生卒業。小学校卒業できますよ。株式の株。これむずいよ。自分の株式会社。株式会社、ちょっと待って。株式会社持ってますよ、社長。ちょっと待ってって。式はかける。はいはいはい、はい、ああ正解株式の式正解会社も書けるよそれは問題を株で出してるんですけど無駄な株式の式会社書かないでください今式会社になってるよおいカンニングすんなお前信じられませんよこういう割り書きいましたよねカンニングすんなよはいはいはい株式会社カンニングしましたこの人はい正解いやうんだろうねえ見えたでしょいや見えたはい、ダメです住所と株式会社がよく書くことじゃあ、住所行ってみようか名古屋なこれ書けなかったら迷子になった時に帰ってこれないからねいや名古屋はい、正解名古屋を書ける外国人は珍しいと思うよだろうなかなか難しいから多分、まあ、東京は書けないかもしれないまあ、これを書けたから小学校卒業させてあげましょうおめでとうございますイエーイ卒業できましたよかったですね今ひらがなカタカナ漢字の小1から小6までやってきましたけどギリギリ合格点はいってますやったじゃあちなみに漢字は今ほぼ書けるけど書けないものもありましためっちゃ書けないよ最初動画で言ってた通りレナ所長読む方が得意ですということは読みをおまけでいきましょうか OK 自信がありますはいじゃあ読みの問題中学生高校生レベルの漢字の読み、はい、10問拾ってきました、okay. 半分以上正解であれば日本人として迎え入れます半分以下であれば帰国してもらいますはい行きます第1問目こちら怒る早いね答えるのそれは怒るがよく使ういつも社長俺に怒ってますからねはい1問目正解やった第2問目はいこちら3、2、1遠い遠いディスタンスの遠いなんだろうねファイナルアンサーですか遠いちょっと考えさせて遅い遅い遅いファイナルアンサー遅い正解あ、よかった2問目正解じゃあ3問目はいいきます、はい、こちらあ3、2、1約束約束のなんかそんな感じは近い契約はい正解契約と約束って似た意味だから ね文章で見ないと多分難しいああそうだねメールとかで文章で入ってると前後の文脈があるからじゃあ続いて4問目、はい、こちら宮殿ファイナルアンサーイエス不正解充電ああ、オッケー続いていきますはいこちら生活正解これはさすがに分かんないと何歳中1ぐらいじゃないさすがに6番目わかりますか？どうぞ。地球です。正解。Oh yes。地球読めるんだね。これなんで読めるの？なんでだろう。グローバルな仕事してますから。地球規模の仕事してますから社長は。あまりないと思うけど。続いて7問目。はい。こちら。これちょっと難しいよ。天才じゃない。この家の中のどっかにありますよこの場所。天井。正解。はあ。ヒントをうまく使いましたね。これはジョーカーを全く。はい、8問目。こちら。
あ、はい、廊下。え、正解、はい、これ分かんないと思って持ってきたんですけどね。すごい楽しいよ、もっと出してほしい。読みになったら生き生きしましたやりましたよ、この人。そう、手書きはできないけど読みは強いですからね。8分の7正解だからね。はい、続いてこちら。なんかパッと見て結婚と言いたいんだけど、ファイナルアンサー結婚。正解、また。よかった。でも多分これ書けないよね。結婚書いてって言われたら書けないと思います。ちょっと前に僕ら結婚してるので、その動画のタイトルに多分入ったんじゃないこれ。あ、結婚入ったね。今は英語で書いてあるけど。なのでその動画まだ見てない方見てみてくださいね。結婚式の様子、はい、出してます。ラスト10問目こちら。うー、これはね難しいの持ってきた。レナ社長の鼻をへし折るために難しいの持ってきました。はい、別々には読める。これがなければ部屋のなんか、ああそうそう、手辺がなければ部屋の、いや手を使って何かすることです。掃除。掃除違う。掃除はなんか違う感じがする。ギブアップですか。ギブアップ、見たことないかもしれない。これ外国人が好きなことです。これ日本人はやらないけど、は手をほにゃほにゃすること。ビジネスシーンで日本人がやらないけど外国人がすること。握手。正解。うー、ヒント上げすぎたので三角にしましょうか。はい、三角。ということで、10問中8問と半分、10分の 8.5 ということで、読みは中高生レベルあります。もっと難しいのがあった。もちろんあるけど、あんまり難しいの出しても俺も読めないからさ。あはー。これぐらいにしときましょうか。あはー。ちなみにレナ社長、はい、日本語検定テスト何を持ってますか。2級。 N2? N1? ある一番上。 Yes。 N2、N3、N4、 N5。 N5、yes。 N2 持ってます。はい、上から2つ目。はい、でも書くのがない。あ、読みだけなんだ。読みだけ。まあ書く必要ないもんね。あと書きを入れると相当難易度があるからね。うん、そう。ということでレナ社長の読みのレベルは中高生レベル、漢字の書きのレベルは高学年レベル、喋るのはネイティブレベル。調子乗ってます。確かに喋るのはネイティブレベル。わあ優しい。ひらがなは小学生レベル。間違ってましたからね、ひらがな。何だっけ、根が書けずに輪になってましたからね。小学生でもできますよ。カタカナは100点だとね。ということで抜き打ちテストやってみました。皆さんどうでしたか。皆さんもさすがに全部間違いなく答えられたんですよね。漢字は分かんない漢字もあったかもよ。俺もだってパッて言われたら分かんない時あるもん。漢字、ね、書けない時あるもん、ね、簡単なやつでも。そう、レナ社長をいい教訓に我々日本人も漢字の練習していきましょう。そう、そういうこと。まあ、今回漢字の抜き打ちテストやったけど、もしこれが好評であれば算数とかこういう学力テスト系、まあ英語のテストとかね。私はどれだけバカかはすごいバレますので恥ずかしい。英語テストやってみるの面白いかもよ、2人で。英語はできる。本当かな。自信が。本当かな。英語は俺より取れますか点数。もちろん。はい、それではこの動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。